明や解説が必要。メイドにジョブチェンジしてもアリスはアリスです。見ていてください、先生。みんなと一緒にアリスの親愛度が上昇しました。もう少し甘えてもいいですか？今日のアリスはメイドです。なので先生の肩を叩きます。トントン。ハッピーハロウィーン。みんなでゲームのキャラクターみたいに仮装する日ですね。それともゲームが現実になる日なのでしょうか？今日のアリスはメイドであり勇者、つまりメイド勇者です。メイド勇者とはメイドと勇者を極めた先にあります。 RPG で例えるなら上級職です。メイド服に着替えるとお掃除スキルが上がった気がします。先生、どこかお掃除するところはありますか？メイドは様々なお仕事をこなすと聞きました。お料理、お掃除、お洗濯、破壊に強襲、警備に世界平和まで。狙撃手にとって平常心が大事だと聞きました。先生、そんなに頭を撫でられると。わあ、アリスは平常心を失ってしまいました。先生、今日のスケジュールを教えてください。一日中ゴロゴロするんですか？え、アリスも？はい、アリスもゴロゴロします。
ジョブチェンジしたアリスの姿、先生に見せようと思ったのですが、アリスの支度が整うまでもう少しだけ待っていてください。その通りです。もうメイドは怖くありません。これも全部先生がいてくれたおかげです。先生と一緒ならアリスはどんなダンジョンでも攻略できますから。冒険の準備が整いました。
メイドのアリスです。よろしくお願いします。この新スキン、まだ慣れません。クエスト開始。アリス、行きます。メイドパワーでお掃除していきます。よいしょ、よいしょ。あれ？頑張ります。足りませんでした。アリスの目からは逃げられません。まだ終わらない。